アチャラポブロックリバウンド西村栄ライトから長岡小賀塚田ミドルを使ってきました。まずはミドルに余裕を使ってきましたね。4投目ナイスしてきましたね。はい、そこまで本数が少なかったんですが、はい、前半に使ったのが多いですね。そうですね、1、2セット第3セットはちょっと変えられてというのでね、本人もやっぱりそういう悔しさってのあるんですかね。そうですね、でも1投目力強く決まりましたね。はい、アチャラポーンさんです。西村栄ライトから長岡がブロックにかかりました。連続ポイントをブレイクします。 NEC レトロゲッツです。さあリプレイご覧いただきましょう。この長岡のプレイ、もう1枚で止めましたね。久光はやっぱり長岡選手からリズムを作りたいところですよね。はい、さあアチャラポーンのサーブ、アダムス、サカエ、アダムスをここは使う。ライトは拾います。古賀、ここも古賀が決めてきました。3連続ポイントは NEC レトロゲッツです。さあこれでご覧いただきましょう。ストレートリックは打ってきました。古賀選手が昨日から気合入ってるんですよね。はい、やはりこの古賀っていうのは一緒にプレーした経験もあるかと思うんですが、はい、勝負強さっていうのはあるんでしょうか。そうですね、そしてさらに最近またますます勝負強くなったなという印象があります。なるほど、ベテランの演じ組みというのが出てきたというところもあるんですかね。はい、軽く入れています。西村が岡沢はアダムスレフトから、これ正面小島塚田ドルーズが出ていきましたがフラッグが上がります。ここでサイドアウトです。さあ次にサーブ戦、ね、はい、キャプテン大竹のサーブです。左サイドから3対1小川を狙います。塚田ドルーズにもう一度上げます。ブロックリバウンド栄大竹長岡を使う。学校はブロック捕まりました。はじめあるんでしょうかね。そうですね、やはり長岡選手は攻撃の中心選手ですので、はい、そこをまず止めていくっていう作戦ですかね。はい、アダムスを止めていきます。ここは山田が上げてフェイント、こういうところ戻ります。木上小賀、ここ坂井正面です。西村アダムスブロックにこうかかる。坂井もう一度アダムス、ここはもう力づくで打っていたというような感じのスパイクでした。技術もあるんだからプレーするようにということを話しているというようなことを坂井監督も話していました。やっぱ日本というのは守備がいいんですね。そうですね、ただアダムス選手も本当に守備がいい選手ですよね。はい、さあ坂井アダムスを使うフェイント、ここも拾った。山田から小川、ここは使いました。小川が決めてきました。今のはもう助走の時点からもうこのスパイクが決まるなという感じがしましたね。はい、このプレーです。大きくレフトに振って前を狙います。アダムス、サカエ、バックセンター、フェイント、長岡、よく拾った小島、塚田、アンダー、小川、ここはレフトを使いました。ここは小島もよく拾いました。さあ、これでブザーが鳴ります。久光がたまらずタイムアウトを打ってきました。深澤センターと一緒に下がります。ここを狙ったんですがアウトになりました。10点目が NEC に入って12対5、 NEC がリードして第1セットテクニカルタイムアウト。センターが NEC もバクローにおります。深澤、坂江、ミドルを使う。大竹最初のミドル使ってきました。キャプテンで一個ミドル決まったのは大きいですね。はい、このプレーが9分の1とちょっと本人としても納得いかないところはあるかもしれませんよね。ちょっと頭に当たったか、古賀申し訳ないと当たったの相手に謝りました。昨日もちょっとこういったシーンありましたが、はい、味方に当たってしまうということはあるんですね。はい、ありますよね。さあ平山のサーブです。ここで小島、中川、柳田、ブロックを取りました。21点目が NEC。 アダムス、リモート、坂井、西村、中川、アチャラポーンの前にボールが落ちました。23、聖高校出身ルーキーの北窓、ここはネットにかかってしまいました。24点目が NEC に入ります。セットポイントは NEC です。聞こえてきます。サーブ、アダムス、坂井、アダムスレフトから決めてきました。17点目が入ります。サーブ、ここは塚田、アンダー、ここは
ラウツ、これ中川翔平、井坂へ、アダムス、コスメフィルタ、ダン、古賀、6番は、ここはワンタッチ取りました、25点目が。そうですね、やはりベテランですし、落ち着きがあって、はい、いいところで、昨日も決めていたので、はい、そこがいないとなると、坂井選手も、少し左サイドからのサーブ。ここ、いいサーブを放ちます。センターに変えて、アダムス、よくレシーブした、アジャラポン、塚田、古賀。大きな深澤、坂井、ここはアダムス返すだけ、チャンスボールは NEC、深田、ドルーズが最後は決めました。ドルーズ選手が乗ってきてるんですよね。このプレー、深田選手も近いところよく頑張りました。はい、この1本は必ず次に進みます。2対2となります。ナイス、拾った中が返せるかな、と返しました。アジャラポン、塚田、ドルーズ、ここは得点は NEC です。ドルーズがここは決め、さあ上野のサーブ、ここもショートサーブ狙いました。チャンスボール NEC、 アジャラポン、塚田、古賀、ここは古賀が決めました。山田選手を飛ばしてのこの選手ですよね。このプレー、山田に誘われていますね。そうですね、はい、1枚ついてましたね、はい。サーブが続きます。さあこのサーブ、中川、ここはアダムス打ちますがフラッグ上がります。得点は NEC、 ただこのままサーブを打ちます。中川司に代わってドルーズも戻りました。中田のサーブです。中島、酒井、中島、ここはレシーブ、ここはチャンスボール久光、坂井、中島塚、フェイント、塚田、小島、ドルーズ、ロック、こっちはどうでしょうか。コート内側に押しています。ここが塚田、アチラポーン、レフト、中島を拾う、長岡、もう一度フェイントに1個は入れてきました。誰もいないところに落としてきました。アチラポーン、塚田、ドルーズライト、ここは中島を狙いました。ボールはコートエンドの観客席に入ります。22分です。ボールもコートの中に入って、そうですね、固めましたね、はい。大竹のサーブ、大工族、塚田、古賀がここは決めてきました。1回で切りました。さあこのプレー、止まった時の古賀紗理那ではないですけれども、あれから必ず決めてくれるって本当に楽しいですね。そうですね。アダムス、ネット逆戻して、ここに平山続きます。古賀が打つ、古賀が決めました。24点目マッチポイント。これまた上野選手ですね、はい、チャンピオンシップポイントです。あ、マッチポイント、場内にもチャンピオンシップポイントというようなアナウンスもありました。さあ皇后杯連覇まであと1点の NEC、 上野のサーブ前になります。アダムス、坂江、長岡、ここは長岡打ちましたがタッチはありません。得点は NEC レッドロケッツ。第4セットは25対18、 NEC レッドロケッツが取って、セットカウント3対1、 NEC レッドロケッツが令和5年度の皇后杯女王に輝きます。最後はベンチから選手スタッフも出てきて喜びを分かち合いました。最後は NEC が25対18、第4セットを取りました。長岡のスパイクが合うことになりました。セットカウント3対1で NEC レッドロケッツが皇后杯連覇となりました。アチャラポンと記念撮影しています。にしても古賀もアチャラポンもよく頑張りましたよね。そうですね、